車を通じて、たくさんの人に、楽しい時間を届ける。自分のその就活の軸といいますか、というところをしっかり作ると。変化だとか、そういった中で起こり得るものに対する。どうもこんにちは。春大槍メンバーのバラマツです。春大槍メンバーのともやです。今回はシリーズものの合格者の最強面接ということで、自動車メーカーのマツダに合格された方にお越しいただき、面接をしていただこうと思います。今回面接をしてくださる佐田さんです。はい、佐田と申します。今はですね、 IoT のスタートアップでですね、コーポレート周り全般の仕事を携わっているんですけれども、私もともとはトヨタ自動車で人事をやっておりまして、法務関係のところから、人材開発関係のところで、あとはその新卒採用の一部を担ったりとかですね、そういったようなところをやらせていただいたので、今回ご縁あってこういう形で面接の役割をやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回参加してくださるマツダ内定者の方、自己紹介お願いします。内定者として面接させていただきます、加藤と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで早速面接を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、面接を始めさせていただきたいと思います。私今回面接官を担当させていただきます、佐田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、まずですね、簡単に、自己紹介ですね、を、していただいてもよろしいでしょうか。はい。京都工芸繊維大学、大学4年の加藤と申します。私は中学生の時から空手を続けて、おりまして、空手で培った、忍耐力や継続力っていうのはすごく自信があります。で、いろんなことにチャレンジしていくことが好きなので、そういった、新しいことにチャレンジすることが、得意というか、のが、好きです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、簡単にその自己 PR なんかお伺いをしてもよろしいでしょうか。はい、私の自己 PR は、夢に向かって努力することができると思っています。私は小さい頃テレビで、ボクシングや、K-1 などの格闘技を見ることが好きでした。で、そのテレビを見た結果、自分もこういうプロのリングで戦ってみたいと思い、中学生の頃に空手を始めました。実際に空手を始めてみると、テレビで見る、1ラウンド3分間っていうのは、自分が体感してみると30秒も持たないぐらいしんどくて、辛くて痛い経験で、やめたいこともたくさんあったんですけども、先輩に技を決めれたり、後輩に指導をしたり、試合に勝って、喜んだりっていう、自分の成長や、人とのつながりも感じることができて、夢に向かって、努力することができました。その結果、19歳の時に、日本キックボクシング連盟、公認の、試合に出場することができ、試合で勝利することもできました。この経験から、いろんな辛いことや、大変なことがあっても、夢に向かって、努力することができるようになったと思います。なるほど。ありがとうございます。なんかすごくその、その小学生の時に感じたことから、きちんとその辛いことがありながらも、そのやりきるっていうことっていうのはすごく、大事な取り組みだと思うんですけど、なんかその生半可な努力ではなかなか難しいんじゃないかなという印象を持ったんですけれども、なんかこういう学業とかです、もう含めてですね、普通のその自己自身のその生活も含めて、なんかこれを全部その両立してやりきるというところで、なんかこれをその加藤さんをその支えたものっていうのは、なんか一番大きく支えたものってどういったものになるんですか？はい、そうですね。やはり、私を一番支えてるっていうのは、向上心っていうか、もう少し、なんていうか、もう少し頑張ったら違う景色が見れるんじゃないかっていう向上心が、いろいろ頑張る力を高めてくれてると思います。なるほど。いろんなその会社さんですね、受けられていたりだとかしてると思うんですけれども、その中で、弊社を志望いただいた理由っていうのは、どういったようなところでご関心を持っていただいたでしょうか。御社を志望した理由は、車を通じて、たくさんの人に、楽しい時間を届けることができるんじゃないかと思って志望しました。私は小さい時から、家族と車で外出することが、好きでした。
まあ、両親の運転っていうのは快適でしたし、車を降りると、まあ、自分の知らない場所に連れててくれる、まあ、魔法のような箱っていうようなイメージを持ってました。で、実際に自分が18歳の時に免許を取って友人とお出かけをしたり、まあ、たくさんのこの知らないところに行くっていう経験を通じて、まあ、車っていうのは自分の中ですごく人生において貴重な、まあ、道具というかツールだったので、まあ、そういうものを作れる仕事に携わるというところが非常に私は魅力に感じ志望しました。わかりました。ありがとうございます。まあ、まさにその車の中での、まあ、空間とか、まあ、そういったような時間ということかなと思いますけれども、今回その、まあ、弊社の中でですね、こういうその仕事に携わってみたいとか、なんかそういったなんか希望するそのお仕事のイメージとかってなんかございますか？はい、私は、もともと高専っていうところで、機械工学を専攻してました。うん、はい、その大学に編入した際に、まあ、専門を変えて材料力学っていう材料工学っていうところに行きました。そこでは、はい、まあ、主に複合材料といって FRP っていう材料について研究を行ってます。で、その FRP はその非常に鉄よりも軽、強くてアルミよりも軽いっていう、まあ、キャッチフレーズのように、まあ、今後新たに軽量化できる材料として注目されていて、まあ、そういう材料について、まあ、すごい興味があるので、まあ、自動車に何かこう取り入れていけるんじゃないかっていうところで、まあ、そういった仕事が、まあ、そういう関連の仕事ができたらいいなと思ってます。なるほど、なるほど。ありました。まあ、そういった中で、まあ、いろんな、自動車メーカーさん、ある中で、まあ、こういった、まあ、技術、まあ、これまで勉強されてきたことというところも、まあ、活かせるというところ、まあ、自動車業界というところは、まあ、わかるんですけれども、その中でも、特に、まあ、弊社をという部分でいくと、なんか、どういったようなところに魅力を感じていただいてますでしょうか？はい、御社を志望した、魅力に感じるところは、まあ、主に、まあ、ちょっと見た目の話になってしまうんですけども、そのボディのカラーが、まあ、赤で綺麗っていうところです。まあ、この赤っていうのを、まあ、先輩の面談の時に聞いた時に、まあ、御社ではこの赤に対して、まあ、他社さんより、まあ、非常に、研究熱心に綺麗に見れる色っていうのを研究して作られたそうっていう話を聞いて、まあ、そういう一つのことに対してこだわりを持ってるってところは非常に魅力に感じて、まあ、御社で働きたいなと思ってます。なるほど。他になんか自動車メーカーっていうのはなんか受けてらっしゃるとかするんですか？そうです、いや、他は受けてないんですけども、まあ、なぜ受けてないかというと、はい、私地元が、四国の地方になりますので、なるべく地元で近い御社で働けるっていうところにも魅力を感じて、まあ、他の自動車メーカーは受けておりません。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。そうですね。まあ、そういったような、まあ、仕事を具体的にそのイメージをしていくにあたって、なんかうちの、まあ、弊社の社員とですね、なんかお話をされたりとか、なんか、結構その仕事について聞かれたりとかってございましたか？はい、そうですね。私が就職活動を始めた頃はコロナが流行っておりましたので、まあ、直接会うことはできなかったんですけども、オンラインの説明会っていうのもいくつか参加させていただきました。その中で先輩社員とお話しする機会があって、まあ、非常にフランクにお話を聞いて、はい、まあ、さっきのボディのカラーとかっていう話をお聞きすることができて、すごく働く上でイメージがしやすい機会となりました。うん、なるほど。わかりました。実際、まあ、働いていくという部分で、まあ、弊社志望いただいてということですけれども、なんかそういう、これまでの経験と、まあ、弊社という部分で、まあ、先ほど、まあ、社員の印象とかとも、まあ、おっしゃっていただいたかなと思うんですけれども、なんかご自身が活躍するというふうに考えたときに、なんかどういう場面で一番お力を発揮できそうかなとか、なんかご自身の中でイメージをしている、働いている姿でイメージをしているようなこととかってなんか伺ってもよろしいですか？はい、私は高専の時に、インターンシップで、まあ、障害者が働く工場っていうところにインターンシップ行った経験があります。まあ、そこでは、言葉が喋れなかったり、目が見えなかったり、まあ、手が、片腕がなかったりっていう方がいらっしゃった、たくさんの人がいたんですけども、その中でもその方々が生産ラインで、動きやすくなるような、まあ、効率よく作業が行えるような作業支援システムっていうのを、開発を携わっていただきました。その経験
から、まあ、いろんなコミュニケーションが取りにくくても、何かこう、問題を解決しようっていうので、自分の持っている知識だったり、先輩方に聞いたり、まあ、自分一人でするっていうよりは、周りを巻き込んで、まあ、チームとして一つのものを作るっていうような経験を、まあ、して、まあ、社員の方と、本社の社員の方と話してる時に、まあ、そういうことが非常に円滑にできそうだなっていうのはイメージできました。なるほど。ありがとうございます。あとはあれですね、他のその会社さんですね、の中で、まあ、まあ、弊社以外に、どういったような会社さんを受けられていらっしゃいますか？はい、私は自動車業界以外に、住宅設備やハウスメーカーなどを志望して、を受けてます。まあ、その理由としましては、自分が人生で経験してきた製品や商品の方が仕事するイメージがしやすかったっていうのがあります。まあ、さらに、まあ、住宅も、自分が暮らしていて、まあ、家族と貴重な、楽しい時間を過ごしたり、友人の家に行って、まあ、いい思い出あるっていうのがあって、まあ、そういう自分が楽しいって思えるような製品やサービスを志望してます。なるほど、なるほど。だからあれなんですね。まあ、やはりその、先ほどその、おっしゃっていただいた、その、冒頭にもおっしゃっていただいた、その、まあ、やっぱり楽しい時間を作るとか、まあ、そういう空間作りみたいなところに、すごく関心をお持ちでいらっしゃるということですかね。はい。ありました。ありがとうございます。そうしましたら、まあ、以上で、まあ、私の方からは、大体お伺いをしたいなということは、お伺いできたかなというふうに思うんですが、加藤さんから、まあ、何か最後に付け加えたいことですとか、お話をされたいことなどあれば、なんか一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、私は、まあ、先ほどの面接でも話したように、まあ、専門を変えて、大学に進学したり、スポーツで、経験、スポーツで経験を得たり、たくさんの経験をしてきたので、まあ、いろんな新しいことに挑戦することが好きなので、本社に、入社できた暁には、まあ、いろんなことに挑戦して成長していきたいと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは早速ですが、気になる面接結果お願いします。じゃあ合格でおー、なぜ合格の札を挙げてくださったのか、フィードバックをお願いします。そうですね、非常に変化が大きい業界ですし、グローバルに新しいことをやっていったりだとか、その業界の再編もあるというこの自動車業界の中で、変化だとかそういった中で起こりうるものに対する忍耐力とか諦めないと、まあ、そういったような姿勢は非常によく見えるんじゃないかなというふうに思いましたので、合格でぜひというふうに思いました。具体的にその忍耐力っていうのはどういうところから、はい、空手を始めて、そのいろんなものと両立をしながらも、最後はプロが立つようなリングに立ちに行って、まあ、きちんとそういったところで成果を出しに行くというところっていうのは、なかなか他の人にはできないことかなというふうにも思いますし、まあ、そうした中でその高専で学んでこられて、まあ、そこからその大学に編入されて、で、まあ、その中でも専門を変えてというところで、まあ、そういったのは自分の中でその課題を作りながらその変化を生み出して、できちんとやりきるという、そういったようなところがすごく良かったんじゃないかなと思います。はい、今回の面接から視聴者が学ぶべき3つのポイントを教えていただきたいです。はい、わかりました。1つ目っていうのは、自分だから話せること、自己 PR の中で空手というところがすごくポイントだったのかなというふうに思います。すごく成果も含めて挙げられたことですけれども、まあ、今回動画を視聴されている方々なんかだと、まあ、そういう突き抜けたことってあまりないよねって思う方もいるかもしれないんですけれども、成果の大きさということをあまり気にする必要もなくてですね、まあ、そこに対してどういう努力をしていったのかとか、どういうことが課題にあったのかとか、それを支えたものは何なのかとか、まあ、そういった部分が表現できると良いなという意味でもですね、自分のオリジナルなところを持つというところはすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。2つ目については、他の業界も含めて
てご自身がどういうことをやりたいと思っているのかというところですね、強く持っていること、そういう部分は今回ご視聴されている方々にとってもちゃんとその自分のその就活の軸といいますかというところをしっかり作るという意味ですごく学びになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回加藤さんおっしゃっていただいたところっていうのはまさにその自分のその生活に関係する部分にフォーカスを当てて、でそこに関連するようなその仕事がしたいですというところですね、まあ、他の業界も含めてそこに対してあの筋が通っていたというところはすごく良かったんじゃないかなというふうに思います。業界が違っても一貫性があるっていうところが大事っていうことですね、はい、そうですね、そこはすごく加藤さんから学べることなんじゃないかなというふうに思います。はい、3つ目ですね、メーカーだからこそっていう部分は多少あるかもしれないですけれども、一人で何か物を成し遂げるっていうところって、まあ、やっぱりメーカーであれば、まあ、特に難しいというところですね、まあ、そうした中で、まあ、周囲を巻き込みながらそのご自身の着眼をしたことで、まあ、問題を解決していくと、こういったようなプロセスですよね。ちゃんと課題に気づくとか、で課題に気づいた上できちんとその適切な行動をとって成果を出すと、まあ、こういったような取り組みっていうことを、まあ、整然とお話をいただいたっていうところはすごく学びになるところなんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。佐田さんも元トヨタっていうことで、はい、メーカーならではの向いてる人ってどういう人がいらっしゃるんですか？そうですね、一般的に多く言われるのは周囲とうまく調和をしながらちゃんとゴールを見定めて行動できる人、一人のスターがいてもですね、何か良いものが生まれていくっていうことっていうのは非常に稀ですね。いろんな人たちがいろんなその知見とか気づきというところを組み合わせて、でそれがその最終的に完成品として顧客の課題を解決していくと、そういう部分が取り組めるということでいくと、先ほど周囲とうまく調和をしながらちゃんとそのゴールは忘れないっていう、そういう取り組みができる人っていうところは強く求められるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、加藤さんは他社との調和っていうところも含めてちゃんとアピールできてたっていうことじゃないかなというふうに思います。すごい。じゃあ加藤さんから今まさに面接に向けて頑張ってる方々に応援メッセージをお願いします。就職活動は人生で大学生の時に受けるのは1回しかないと思うので、まあ声のないように頑張ってください。ありがとうございます。ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。